逆に信頼できないとこあんま思いつかんかも、パッと。信頼できないとこ、あーでもなんだろうな、うん、うちのメンバーに手を出さないっていうのは本当か、なになに、うちのメンバーに絶対手を出さない、出さない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 出してないじゃん、だって今も出してないけどさ、出してない出してないけど、でもでもコマちゃんとガブちゃんかわいいねみたいなでも出してないから、出してないんだよね本当に、そう出してない、確かにね出してない、デレデレのだけ、そうデレデレのだけ本当にそう本当にそう本当にそう、裏で見てる側からするとこいつ意外と手出さないなとは思って、いやマジ出さないですよ、出さない意外とね、当たり前やん、そうそうそう、ただ可愛い子が多いなとは思ってる危ないです、いやだって本当にさ、いやこれはマジでなんか自分の箱だから言うわけじゃなくて、ガチで顔のいい女が多すぎる、最初うち顔採用って言われてたから、え、メンツ謎にね、私はもう一番初期だからあれだったけど、その後に入ってくるやつらが可愛すぎて、え、これ顔採用ですか、いやてかね、あのねマジで全員可愛いんだよね、可愛い本当に、あの私結構本当に、あの可愛い可愛いなとかじゃなくて、可愛いとか可愛くないとかじゃなくて、自分の好みじゃない女に対しては結構なんかこう、あーでもまあ世間一般的に見たら可愛いんじゃないですかみたいなことを言いがちなんだけど、マジで全員可愛い、嫌なやつ、嫌なやつじゃない、これは最大限傷つかないような言葉を選んでんの、でも確かにね、それは私もずっと前から言ってるわ、みんな可愛いよね、マジで可愛い、自慢だよねちょっと、自慢、鼻高い、え、どこ行ってもマジで、いやうちの綿棒が一番可愛いなと思う身内に入ってるっていや本当にそうだね、いやその辺のコンカフェ嬢より全然可愛いからマジで、比べる基準がこいつやだなコンカフェばっかり行ってる女だから、なんならコンカフェ嬢ですって言われても、あー信じれる、可愛いよ、可愛いマジで、なんで口角してんだろうね、それはちょっともう YouTuber やればいいのよそうだね、最近ちょっと近しいものあるけどね、新人のことといい、うん、あなたのどこに色気があるとおっしゃるんですか、はぁ、あ、はぁ、いやこれだからガキは本当に何も分かってない、いや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 、あなた第三者目線の意見を聞くべきです、じゃあいやこれだからガキは何も分かってない、じゃあ自分の色気について語ってもらっていいですか、語っちゃいますよね終わりじゃねえかお前、いやもう本当にガキは何も分かってなくて困るな、本当にいいよ聞く聞く、今日はいいよ、話しなよ、いいよここの場を借りて、自分の色気について、今日こんなさ、はい、会に呼んでもらってね、うん、こんなこと言うのもなんですけど、うん、この人ね今映ってないけど、この人ね今なんか T シャツ短パンみたいな格好でいてさ、パンツ履いてねみたいな格好でいるんですよこいつわざわざ確かめてきたからね、なんか服まくり上げてズボン履いてるかチェックされた、いやこの人パンツ、この人ちゃんとズボン履いてるかなと思って、履いてねえよ、一旦ペロンってめくってなんか、あーよかったよかった、短パン履いてるわとね、うちがご飯作ってる時無言でめくってくるんだよこいつ、うん、こんな、いや色気がないんだよやっぱね、お前よりたくねえパンツとかどうせクマちゃん履いてますからこの人なめてるの、うち今からコマちゃんち行ってひもパン借りてくるけどそのパンツだろうが共有するよ待って、うち今今日ひもパンだよマジで言ってる、うん、見してこれ、ここひも、あとひもそれ何、いうところ体操服の紐とかじゃない怖い怖い紐、ここがいやー皆さん嘘でした今の、体操服のあの前のところについてる紐でした今それ体操服の紐やん、それ違う、横っちょだよここ、それ何、ここ前についてる紐横に持ってきた今いやこれはでも柄が可愛いと思って適当に取ったら紐パンだったでも今ね、あのどうやって使えばいいか分かんなくて、紐パンを体操服でしょ、違う、絡みすぎて今こんなになってるだけど、いや違う違う、絶対ジャージについてる紐、違うはお前なんてパンツすら履いてねえくせに、パンツ履いてないよ、今日は履いてきた、履いてないよ、人んち来るのに、当たり前じゃん、ありえないのかここの家はパンツフリーだと思ってる、出てけお前紐パンでもいいから借りてこい、隣からパンツフリーそれで私は色気があるんですとか言ってんの、当たり前じゃん、いや体操服の紐ついてるやつよりもパンツ履いてない方が色気はある、アンケート取るか、体操服の紐とノーパン、体操服の紐だよ違う違う、体操服、体操服、みんな聞いて、体操服ノーパンでアンケート取って、じゃあまあいいや、じゃあ体操服の紐 VS が、はいね、体操服の紐がはい、
で、ノーパンがいいえ、どっちが色気があるかね。はい、はい、はいだよ、はいだからね、いいえだよ、はいよおい、お前ら、お前ら本当にちょっといよく考えろ、よく考えろ、よく考えろ。このいじりは絶対にタマコ先輩にガキで言ってほしい人には絶対。おい、お前らふざけんなよ、お前ら。57分にアンケート終了しますね。お前ら本当にこれ以上も、待って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 、これ以上じゃあお前ら本当に私の不利になることを言い出したら、お前ら本当に私これ以上タマコ先輩のパンツについてマジ実況しないからね。お前それお前ら、ここで私が勝ったらタマコ先輩のパンツについてもうちょっと実況してあげるね。いらねえよ。いや、する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 。おい、お前ら民意ってわかるな。もうちょっとタマコ先輩のパンツについて、もうちょっと、おい、はいが 62%、 いが 37% ということで、お前が色気がないから飲め。いやほんまに終わってる、マジで。だからマジでぷよぷよ、マジで似合わないこれ。こんな真っ白のおててで、こんなぷにぷにのおててつけて、見てこの色の違い。いや、うちはあれだから、金色、ゴールド系似合う人。あー、なるほどね、ブルベ系ね。そうっす。え、でも私もブルベなんだけどな。こんなに違うのに。そう、こんなに違うのにブルベなの。やばいよね、この違い。そう、私あの南国出身だから。あ、待って、これ初出し情報だった。ちょっとカットしなきゃ。え、止める。え、いい、いい、大丈夫。どうせバレてるからもう。そう、言ってないだけでリスナーにはほんのりバレてた。あ、言ってないんだ。言ってなかったけど、リスナーにはずっとほんのりバレてた。ハワイとかって言われて。ハワイなわけねえだろ。アロハー。そう、なんか誰とでも話すくない？いや、でも飲んでりだからな。なんでたそれ。飲んでりは置いといてしてさ。え、飲んでりだと思う、私のこと。思ってるやん。タマコ先輩はそこ強い、絶対。いや、6年の歴史を全部見てないとさ。いや、見てなくても6年続けてきたってだけでかなり偉大な先輩ではありますよ。さ、メンバーのおかげだよ、みんなが入ってくれるからですよ。アギリパン、バロラントもあったしな。うわ、ちょ状況語ってから喋らんかよ。本当にごめんなさいでした。これ動画じゃない。最近このいじり楽しくて、ちょっとこっちが立ち上がっちゃったじゃん、ほら。席、お前動画以外にその絡みされたの初めてだよ。最近この絡みすごい楽しくて、ごめんなさい。席ずっと喋られる、うん、それもね、あの今度土下座させてもらうね。いや、もうしなくていいよ。いやいやいや、ガサでも